新デザインの一般路線写真図書と1975年以降の旧都職、西鉄バスとは、大手施設の西日本鉄道自動車事業本部及び同事業本部から分離独立した子会社各社が運行するバスである。本項目では、西鉄自動車事業本部及び同事業本部から分離独立した子会社が運行する一般路線バス事業を中心に、 各社のバス事業全体に共通する事項について述べる。西鉄本体の一般路線バス事業の詳細については、西日本鉄道バス事業を、西鉄グループによる都市間高速バス事業の詳細については、西鉄高速バスを参照。また資本参加により、西鉄グループとなったものの一般に、西鉄バスには含まれない、北バス、亀のイバスや、 各種商品の販売、アッセンやビルの管理、メンテナンスなどを主たる事業とする株式会社スピナについては当該項目を参照。なお、西鉄バスという名称の法人は過去においても現在も存在したことはない。2017年度の西鉄バスグループ全体を通した年間輸送人員は約2億7000万人である。また年間総走,走行距離は 1> 約1億4000万キロメートルである。1日平均1200台が稼働している。2020年度末時点での乗り合いバス保有台数は、西鉄単体で1822台、グループ全体で2774台である。グループ全体では、保有数3377台の小田急グループに次ぐ、第2位、バス会社単体についても1922台の、 神奈川中央交通に次ぐ第2位の保有台数である。かつては運行する路線のほぼすべてが西日本鉄道の直営だったが、1987年以降、路線バス業界全体に共通する厳しい経営状況を反映して、経営改善の一環として、他の大手市鉄道用にバス事業は分社化された。これらの子会社は社名を交通都市、 バス車両の塗装も西鉄本社とは異なる塗装としていた。当初は山間部や過疎地を中心とした不採算路線の路線単位での切り離しが主体であったが、子会社へ移管する路線を順次増やしていった。2001年8月1日以降は、子会社の社名を各社とも西鉄バスに変更し、車両の塗装も西鉄本社とほぼ同一の塗装に合わせるなど、 外見上は、西鉄バスとして一体化している。また、西鉄バス北九州のように営業局の独立という形での分社も実施され、2003年7月には、福岡都市圏を除くすべての路線で営業所の分社化、管理委託化が実施された。分社化にあたっては、車両や路線を完全に、古会社化する方式と、並行して、一部の路線において、 経営の主体を、西鉄本社に残しながら、実際の運行に関わる部分を子会社に委託する、管理委託制度を実施している。これらの路線については、西鉄本社が車両を保有し子会社にリースするという、形を取るため、車両の塗装は、細部も含めて、西鉄仕様であり、運転士の名札が違う他は、外観上において、西鉄本社の路線との区別は全くつかない。 最近では、バスブランドのイメージ統一を図る観点をび、地域密着の方針から、本社保有の車両は、各路線の輸送実績や、車両の使用年数などを見ながら、グループ全体で融通する方法に変わりつつある。なお、西鉄創立の経営、輸送人員、運行規模の大きさから本社並みの体制となっている、西鉄バス北九州では、 自社保有の新車が毎年投入されている。いわゆる、西鉄バス以外の会社では、日田バスでは、日田号を担当する、日田第二自動車営業所、一般路線である、天城幹線を担当する、萩第二自動車営業所の管理委託を受けている。亀のイバスでは、豊の国号を担当する、別府第二自動車営業所の管理委託を受けている。また、 タクシー会社である北急西鉄タクシーは高速バス、胸方西鉄タクシー、福岡西鉄タクシー、久留米西鉄タクシーもコミュニティバスなどの一部路線を担当している。なお、地域市会社の設立と高速バス、貸切バスの専業市会社を設立した一方で、福岡市及び近郊での路線は西鉄直営で維持されており、 鉄道事業者本体での運営が残っているのは大手施設では唯一となっている。主な運行路線については各社の記事を参照のこと。以下は現存しない子会社。大分県との県境を越える路線バスに施設グループ全体で福岡県60市町村中49市町村と佐賀県東部に一般路線を有し熊本県。 大分県の一部市長にも一般路線を有する。かつては福岡県豊地区地域や熊本県山賀市、山口県下関市などにも一般路線があったが路線縮小が進んだことで撤退している。下記は上記西鉄グループの一般路線が通っている市町村の一覧。高速バスのみ運行している市町村は含まない。ここに挙げていない地域でも 他の事業者やコミュニティバスによる運行が主体で、西鉄バスによる一般路線の運行が少ない地域もある。例えば、八女市で運行されている西鉄バスは、久留米市八女市を結ぶもののみで、市内の各地域を結ぶ路線は、堀川バスにより運行されている。また、小郡市でも小郡市と須市を結ぶ路線が運行されているが、 他の路線バスはすべて西鉄が受託している、小郡市、コミュニティバスである。旧来より、鳥栖神崎、宮城地域では、佐賀県内を主体とする事業者による運行が少なく、現在でも西鉄による運行が中心となっている。旧前津江村地域の三定流所のみ、主なもののみを掲載する。ただし、西鉄が管理運営していない施設を含む、 小規模なバスターミナルについては、各社の記事を参照のこと。新宮自動車営業所、西鉄本社及び西鉄バス北九州では、バス営業所を自動車営業所と呼称する。かつては、自動車営業所の下部に、営業区、車庫という組織も存在したが、現在では原則として、自動車営業所に統一されている。完全に分社化された、 子会社の営業所については、本社、支社となり、西鉄本社の手を離れているが、管理委託された路線と車両を受け持っている。営業所については、名目上、西鉄本社側も、第二自動車営業所の名称で営業所組織を、残している。なお、西鉄バス北九州の営業所が、西鉄本社同様、自動車営業所を名乗るのは、 西鉄バス北九州がかつて西鉄の母体となった九州電気軌道の流れを組んだ西鉄北九州営業局の分離による設立されたという経緯によるものである西鉄本体の福岡高速自動車営業所西鉄バス北九州の北九州高速自動車営業所は2019年4月に西鉄高速バスの会社解散九州分割により それまで同社が運行していた路線を継承する形で、それぞれ新設されたものである。なお、福岡高速自動車営業所という名称の営業所は、1990年代にも福岡市、中央区名つ津に存在し、福岡発着の夜行高速バスなどが所属していた。また、北九州高速自動車営業所も、かつて西鉄本体の営業所として存在した。 両営業所とも、西鉄本体の営業所が、西鉄高速バスへの分社に伴い廃止され、後年の同社解散に伴い再開設された形となる。ただし、西鉄本体から西鉄高速バスへ管理委託されていた路線に関しては、路線運営と車両の所属先はあくまで、西鉄本体であるため、名義上は、福岡高速自動車営業所。 北九州高速自動車営業所という名称を使用していた。以下の表に記載する営業所略語はその漢字1文字または2文字を丸の中に記入して車体に表示する。他社への管理委託の営業所は省略する。現営業所の表記は公式サイト会社概要の記述に基づく。2008年に有人事業所の名称を再び 自動車営業所に統一。地区法全域と近接地域を担当。西鉄観光バスでは営業所表記を車両に記入していない。北バスは分離市会社ではなく、本校の対象外であるが、2016年11月1日より、一般路線の管理受託運行を開始したため、ここに記載する。久留米営業所。 筒子が描かれている1980年代半ばから1990年代までは、車両の前面や側面に所属営業所を示す、イラスト入りのステッカーを貼っていたことがある。ステッカーは営業所の担当路線沿線の名物が、主に描かれ、その中身は、自然の風景や動植物イラストなど、多岐にわたっていた。その後、バスカードが利用できることを示すステッカーが貼られ、 入れ替わりに営業所表示ステッカーは削除された。なお、比較的近年に開設された、桃地浜自動車営業所などにはステッカーそのものが存在しない。乗り継ぎ割引制度、IC カードにもかで運賃を支払い、同一バス停において90分以内にバスを乗り継ぐ場合に、運賃の割引が行われる。2000年8月1日にバスカード、余裕。 ネットカードを対象として導入されたが、にもか導入に伴い、導入完了営業所からにもかも順次対象となった。2010年3月31日をもって、バスカード、余かネットカードの利用が終了したことから、現在はにもかのみが対象である。なお、乗り継ぎ割引制度導入と前後して、多くの長距離路線で、系統分割が実施された。 割引乗車券など1日乗車券書きは1日乗車券書きは発売終了乗り放題定期券書きは乗り放題定期券書きは発売終了一般路線バスの停留所の名称表示部分には伝承式と鉄板式のものがある鉄板式のものはかまぼこ型だが丸型の表示板の停留所も存在するまた都心部を中心に上屋付きの停留所も多い 西鉄、時刻表では、バス接近案内サービス、西鉄、バスナビを行っている。天神郵便局前、増本、役員駅、カッシー山道、緑が、丘団地入り口、六本松など一部のバス停には、西鉄、バスナビの状況を表示するモニターが設置されている。またこれとは別に、テレビ西日本が、西鉄からの情報提供を受け、地上デジタル放送で、 ブロードバンドサービス、バスナビ TV を放映している。1988年以降、西鉄のバス事業は赤字基調で推移しており、鉄道事業の営業利益で穴埋めすることで、運輸部門全体として黒字を確保してきた。しかしその後、モータリゼーションのさらなる進行、原油価格の高騰、リーマンショックによる世界不況の影響などで、 赤字路線バスの維持が困難となった。また、2009年に行われた高速道路の ETC 割引制度によって、バス事業の中で堅調な収益を確保してきた高速バスの業績が著しく低下した。そのため、2009年9月28日のダイヤ改正を皮切りに、順次、減便、路線廃止が相次いでいる。さらに2010年度には、 バス事業の大幅縮小、一般路線の廃止、減便の実施、運転士の採用停止、バス車両の譲渡、廃車、営業所の削減を行うとしている。この現象は、当初は、福岡都心部を管轄する、西鉄本体で顕著であったが、2010年度からは、グループ会社でも合理化に踏み切ることとなる。2010年1月19日のプレス発表によると、 2010年3月1日に高速3路線の廃止と9路線の減便3月27日に一般48路線の減便4月1日には2008年度中に自治体に申し入れた一般3路線の廃止と12路線の一部廃止を実施し秋候補化の39路線についても自治体の同意を得た上で廃止するとしているさらには これまで実施してきた駅から駅まで100円バスの内尻駅、西鉄2日、市駅、西鉄久留米駅、名の浜駅分を2010年3月27日で終了した。報道記者への会見で西鉄幹部は一連の合理化によって鉄道部門などの黒字に頼る体質を改め、3年後にはバス部門の単独黒字化を目指すとした。 また2009年秋から不要になった方向幕や急車シなどのバス車両部品をバスファン向けに販売するイベントを自動車営業所などで実施しわずかながらも収益を得るようにしているしかしながら2019年末から流行している新型コロナウイルス感染症の影響でバス事業の利用は大幅に減少しており西鉄は収支改善策の一つとして 2021年7月1日に商品、サービスの開配を実施した。100円運賃サービスや1日フリー乗車券、ヒルバスなどが対象。福岡都心100円エリア及び駅から駅まで100円バスは150円に値上げし、名称も福岡都心150円均一運賃エリア、駅から駅まで150円均一運賃エリアへと解消した。また、 ツ日フリー乗車券などの価格改定、ヒルパスの販売終了なども行われた。同時に、新サービスとして、グランドパス65の昼間時間帯の割引率を高めた、お昼のグランドパス65を発売した。また、2021年7月1日から2022年3月31日まで、試行期間として、お隣ポイントを開始した。お隣ポイントは、 福岡都心フリーエリア内で1バス停間のバス利用に対して2モカポイント50ポイントを後日付与するサービス2バス停間以上の利用降車できない区間があり普通系統以外の場合1バス停間利用でも都市高速を経由する場合などはポイントは付与されない2001年には西鉄バスによる事故が多発しバス側に責任がある事故は 同年1月から7月まで80件弱、重大事故も7月12日の時点で12件に達した。このため、同年7月13日には、九州運輸局から指導を受けた。後の調査により事故多発の背景には、合理化による若手のシフトや運転士の過労がある、ことが判明した。こうした状況を受け、西鉄バスは、OB 運転士の採用や、深夜、 早朝、臨時便を中心とした本数削減を実施した。詳細は各リンク先を参照。高速バスその他については、各路線、各営業所記事を参照。以下のコミュニティバスを受託運行している。福岡地区では、都市高速道路である福岡高速道路を経由する一般路線バスを多数運行している。 初めて都市高速経由を採用したのは1980年代で、福岡市東区から都市高速道路が開通したのを機に、赤間営業所の路線である赤間急行を皮切りに、和白営業所、菓浜営業所、土井営業所と、東区や村方市に所在する営業所の一般路線に都市高速経由を運行したのが始まりである。都市高速経由向けに新設された、 路線以外では、既存の一般道経由の路線に、都市高速経由を加え、一般道経由と区別するために、都市高速経由は、行き先番号の後ろに、アルファベット表記を採用していた。福岡市内と市内近郊まで、都市高速が開通している現在では、西日本鉄道直営のうち片営業所を除く、全営業所と、西鉄バス棟方、西鉄バス二日、 市甘木市社が都市高速経由の一般路線を受け持つ。アルファベット表記から3桁の行き先番号で都市高速経由を示す路線が増えたが、必ずしもアルファベット表記や3桁の行き先番号がすべて都市高速経由とは限らない。LED 方向表示になってからは行き先番号や文字の上、横に都市高と表示される。ただし、 種別がある場合は、種別が優先される。北九州地区でも北九州高速道路を経由する一般路線バスがある。また、九州大学伊都キャンパス発着のエコルライナー、系統は、西九州自動車道、福岡前原有料道路を経由する。車両は ETC を装備していること以外では、通常の路線バスと変わりはなく、シートベルトも取り付けられていないほか、 立石での乗車も可能である。運行速度は、車両の使用上、最高時速 60km となっている。そのため、福岡高速道路2号線、4号線、5号線や、福岡前原有料道路、今宿 IC 伊、e、藤などの最高速度が、時速 80km の区間でも、時速 60km で運行する。都市高速対応車両には、 運行速度実速 60km 以下との丸いステッカーが正面、背面に貼り付けられている。なお2012年度以降は ABS が備え付けられていない車両が都市高速を走ることはなくなった。また ETC がなかった時代は回数券を使用していた。同じ区間を運行する路線でも一般道経由と都市高速経由で運賃が異なる場合もある。 例えば、野形天神は、都市高速経由だと360円と460円だが、一般道経由だと450円203.204205.208番と480円となる。西港の最終製造車は西日本鉄道に納入された参加に、西日本車体工業を有していたことから、ほぼ全ての車体が同社で設計及び製造されてきた。 西港で生産できない携帯の車両については、西港以外の車体の車両も導入されることがあったが、その数はごく少数に止まっていた。シャーシはかつては、大型4メーカーのシャーシがまんべんなく導入されていた。このため車体の外観からはエンジンおよびシャーシーメーカーは、判別できないため、口述されるように、車両番号の最上下手がエンジンおよびシャーシメーカーを、示す伝統が、 現在も続いている。ただし、マイクロバスについては、1966年以降は、西高が製作した車体が登場しており、その間に導入した車両は、すべて西高が製作していたが、一足早く2001年をもって、西高が、マイクロバスの製造から撤退したため、それ以降から、純正車体のマイクロバスを導入するようになっている。 2003年4月以降は日産ディーゼル工業が日志向に車体を統一したため、それ以降は日産ディーゼル車の導入比率が高くなり、それ以外の3メーカーの導入は少なくなった。その結果、現在では分離市会社を含む保有車両数の約2800台のうち半数以上が UD 車となっている。高速車については2005年まで三菱不走車が 年間10から20台程度導入された。中型路線車では2009年まで西高ボディを仮装したイすず車が導入された。日野車は西高仮装を全面的に中止したことにより2004年以降は導入が途絶えていた。2006年以降、三菱純正車体の夜行高速車を導入開始し、2008年以降は純正ボディの日野車が導入された。その後、 2010年に西高が解散し、現在は各メーカーの純正ボディの車両が導入されている。輸入車は貸切車として1983年にバンホール、アストロメガとネオプランスカイライナーを各一台、1991年と1993年にメルセデスベンツを3 0 3を一台ずつ輸入したことがあるが、いずれも現存しない。 2011年には高速バス用にヒュンダイユニバースを試験的に導入したものの、その後の導入はない。連接バスでも輸入車を導入している。大型車、中型車、中型ロング車、小型車、連接バスが導入されている。一部を除き前折中乗り方式で、中扉は基本的に西高仮想車両が4枚折り戸、その他は引き戸となっている。 1976年からは一般路線バスの冷房化を開始し、1982年には長崎自動車とほぼ同時期に全国に先駆けて全車冷房化を実施した。一般路線バスの冷房化の開始は、同社より数年遅かったものの、冷房車率の100%達成は、同社より数日遅れた程度である。運賃表の表示の例、Q が抜けている。 一般路線車は1975年以降に採用された旧塗装の車両が多い。やや灰色がかった白色にワインレッド色の帯を巻く。1997年に道林系の車門から日鉄ロゴに変更したことでデザインが若干変更されている。日鉄創業100周年記念事業の一環として2008年6月以降の一般路線バスの新車は スマートループと呼ばれる新塗装への変更を進めている。側面塗装は白地に、前方から、環境性を表す緑色、安全性を表す青色、快適性を表すベージュ色、対話性を表すピンク色、軌道性を表すオレンジ色の5色の縦縞模様で、前方の帯ほど、太くなっている。前面、後部は白地に緑色、青色、ベージュ色の縦縞である。 それ以前の導入車両にも塗り替えられたものがある。新塗装車は、車体後方の乗車口及び、前方の降車口に、漢字、英語、ハングルで、入り口、出口の多言語表記がされている。旧塗装車の一部にも、このような表記のステッカーが貼られているが、サワラ営業所所属の試験塗装車は日本語表記のみで、ある。 また新塗装で製造された日産ディーゼル製の車両は、後部にハイマウントストップランプを設置しているほか、車内についても、動くリビングルームをコンセプトに、座席の色や、形状の改良、照明の配置変更がされている。これらリニューアル事業における内外装のデザインは、福岡市のデザイナー集団、ダーウィン LLP の松岡京子らが、プロジェクトメンバーとして関わっている。 新塗装の新車は2008年6月9日から営業運行を開始した。今後10年をかけてグループ内に在籍する在来塗装の一般路線車を新塗装の車両に順次置き換える予定としている。2013年に運行開始した渡辺通り幹線バスにはスマートループの5色の縦縞模様をすべてピンクにした専用車両が投入された。 北九州市内の電車代替路線では白地に明るい青緑色の塗装の専用車両が使用され、スマートループ食導入後は専用食での導入は見られなくなっているが、現在でも専用食のバスが多数運行されている。ただし電車代替食の車両でも運用の都合などにより他路線で運行されることもある。またかつては市内急行用や空港連絡、高速バスでも 路線ごとに専用塗装を採用していることが多かった。側面や、後方の社名表記は、本社直轄は、西鉄、子会社はそれに加え、側面後部に黒文字で、西鉄バスの表記がある。2世代前の都職及び分社化前の貸切バスには、英文社名と当時の西鉄の表記、西日本 RRCEO 西鉄が記載されていた。主要なバス営業所や、 バスターミナルの表記は、西鉄バス、西鉄バスと分かれていた。子会社の車両は、当初は、各社が、独自の塗装を行ってきたが、現在では、バス車両後部に書かれている、車名表記が、各社の社名になっている点と、コーポレートアイデンティティロゴが、西鉄本社と、わずかに違う点でしか見分けがつかないようになった。また、子会社が受託する。 コミュニティバスの独自塗装も存在する。かつて急行、快速便車両には専用塗装が施されていた。一般路線車をベースにしたタイプと写真のようなトップドア車がそれぞれ存在した。一般路線車ベースの車両でもフロントバンパーの違いや着席定員を増やした座席配置、ハイバックシートを搭載するなど車内設備にも相違が見られた。 一般路線色とは異なり、アイボリーに赤と濃い青のラインが入ったもので1990年代前半まで導入されていた。1990年代以降は塗装変更で一般路線塗装になったものもあった。この塗装は赤間急行福岡専用の車両で2012年まで見られた。車内番号の表記例車両には4桁の車内番号が付与されている。 これは、西鉄の営業区域が、複数の海輸支局管轄区域にまたがっており、ナンバープレートで管理した場合には、転属時の車両管理に不都合をきたすためである。番号は 1xxx と 2xxx は、いすず、3xxx と 4xxx は三菱不相、5xxx と 6xxx と 9xxx は、 日産ディーゼル UD トラックス 7XXX と 8XXX は日野の車両に割り当てられている。ナンバープレートと同様、末尾42は死に、末尾49は死区、引くに通じるとして使用されない。近年はグループ市会社でも番号が付与されていなかった車両には順次番号付与が行われ一括管理されている模様で、 この際には該当する年式の番号に組み入れるため、末尾42.49が使用されることもある。車体前後にマーキングされているが、バスジャック事件以降は、車体天井にも上空から認識できるようにマーキングされている。なお、QXXX はかつては小型車用の番号であったが、2003年末からは日産ディーゼル車に対して割り振られるようになった。 同社が2001年以降日産ディーゼルを中心に導入するようになったが車両の使用期間が延びたことで日産ディーゼル車に対して番号の重複が多数発生するため QXXX を割り振るようになった他メーカーの車両でも番号の重複が発生したがこれに対しては現役車両の番号を一部飛ばすことで対処している2011年に導入された ヒュンダイ社は、日産ディーゼル社に割り当てられていた6、XXX を使用する。例 XXX は、現在、一部の小型車、博多号、専用車、福岡オープントップバス専用車に割り振られている。連接バスもシャーシメーカーに関わらず例、XXX が割り振られている。過去には戦術の輸入化し切り車や、 小型の松田パーク A などに割り振られることがあった。1984年に福岡地区において行き先方面別に色が違うカラー方向膜を採用し、続いて北九州、久留米、大牟田地区にも導入した。LED 行き先表示器の採用は2003年12月より、日原営業所の15台で試験運行を開始し、2004年12月より、 大型車への本格採用が決定した。方向膜では、行き先方面別に色が違う、カラー膜を使用していたが、LED でカラー表示をすると色によっては、全消灯や微灯、方向指示器などと紛らわしいとして、道路運送車両法第3章及び道路、運送車両の保安基準第42条に抵触する可能性があるため、前面の LED を運転席側に、 オフセット設置し、空いたスペースに、色だけの膜を表示するようにした。中型車については別に、全面窓上部に、色だけの膜を設置している。2005年以降の新車はすべて LED 表示で、福岡地区も既存車への装着改造が、定期運用離脱車などを除き完了した。西鉄バス北九州では、全営業所で、LED 表示に変更が完了した。 その後2008年頃から、西鉄バス久留米、西鉄バス二日市を皮切りに、地方市会社へ福岡からの転属車が、LED 改造を受けたまま移動し、現在は、一般路線を持つすべての子会社に最低1台以上は、LED 車が所属している。その他の子会社でも徐々に、自社改造が行われている。LED 表示車の色幕は、郊外方面行きは、 従来のカラー方向膜と同色の膜、都心方面域は黒膜で運行している。都心まで出ず、郊外の拠点駅などが、終点の場合は白膜を掲示するが、久留米地区では両方向ともに、カラー方向膜の表示を行っている。なお、改装、貸し切り、臨時などを表示する際、北九州地区は白膜、その他の地区は黒膜を掲示している。 2005年8月には、福岡、北九州地区で使用する全車両への LED、行き先表示器装着を2006年度末までに行う、ことが発表されたが、2008年初頭になってから、西鉄本体が保有する、一般路線車両については終了した。ただし、子会社の車両には、方向膜のままの車両が残る。西鉄バスクルメでも2012年半ばに、 本体からの管理委託車両の LED 化が完了し、自社保有車両でも LED 化が進んでいる。行き先番号行き先番号は、基本的に3番11番113番など3桁までの数字で構成されるが、6から1番54から1番のように枝番が付いたり、21A23 バイト 29N のように、アルファベットが付く場合、区1番、区2番。 外観一番のようにその他の文字が付く場合などがあるが、路線の開廃などで欠番が生じていることが多い。この行き先番号の法則は地域ごとに違っているため、鳥栖市内線には行き先番号0番が存在したことがあったり、行き先番号を持たない系統や、行き先番号が路線解説後に亡くなった系統も存在する。福岡市内と久留米市内、大牟田市内では、 市街地の特定の方面、経路を走るバスについて、始発地に関係なく、途中で行き先番号を統一している。この場合は運行中に行き先番号を変更することになるため、変更停留所到着前に、車内放送でも案内される。これは同じ経路を通るのにもかかわらず、始発地の違いによってバラバラになっていた行き先番号を、 市街地の特定区間だけ統一することによって、利便性を高めることを目的としたものである。これにより、例えば、西鉄久留米市役所前 JR 久留米駅と運転するバスの行き先番号の統一を行うことで、その経路を通るバスが3、6、9、20、22、23、25、30、31、52番から3番のみとなった。 この例の場合、バスは、西鉄久留米に到着する前に、行き先番号を変更している。個々のバスについてみた場合、例えば、雑所の熊営業所発西公園ランプ経由、福岡タワー行きは、雑所の熊営業所博多駅前到着前は44番、博多駅前渡辺通り1丁目到着前は305番、さらに、渡辺通り1丁目、福岡タワー間では、 W1 番として運行している。分離市会社以外の西鉄グループバス事業者である、たバスや亀のイバスに譲渡された車両もある。西鉄グループ以外では、大分バスに、路線車が譲渡された例があるほか、同社の分離市会社である、大野蓄電バスに、路線車が譲渡された。また、西越自動車、昭和自動車、行き交通、熊本電気鉄道などへの譲渡例もある。 また一部の分離市会社では、グループ外の他社からの移籍車両を少数保有している。移籍車両は、大半が、貸し切りである。ありがとうございます。